単純に悔しいんで練習します。もう少しそうですね、1回目は自分が攻め込んで、ただちょっと思ったよりタックルが多かったっていうのが印象としてあって、それに時間取られちゃったりとかいろいろもたついた部分あって、で2ラウンド目行ったんですけど、まあその時に、まあ、蹴り多く出してくるなっていうのはまあ思ってたんで、その時にただ思ったよりやっぱリーチ差あって蹴りが伸びたっていうところに、はい、合わせられちゃったんです。まあ、単純に練習不足です。いやでも必ず勝たなかった、勝たないといけなかった2人だと思いますよ、僕と飯田さんは。やっぱそれこそファイナルとセミファイナル任せられて、なんか単純純粋に悔しいですね。ちょっともう練習を本当にして体を仕上げて次こそ臨みたいなと思って、次のセブンではひな壇側にいる気はないので、挑戦者としてまた一からやっていきたいなと思っています。